プレイステーションデュアルショックデュアルショックはソニーインタラクティブエンタテインメントのプレイステーションシリーズ向けの振動機能付きゲームコントローラー本校ではプレイステーション2用のデュアルショック2とプレイステーション3用のデュアルショック3プレイステーション4用のデュアルショック4プレイステーション5用のデュアルセンスを合わせて扱う。外観、形状は PS の初期型コントローラーに アナログスティックを左右1本ずつ搭載したものとなっている。デュアルショックには PS2 向け、デュアルショック3は PS3 向け、デュアルショック4は PS4 向けのコントローラとして販売されたが、いずれもデュアルショックの機能、形状を継承している。名称は、コントローラの左右の持ち手部分が振動する機能に由来する。振動だけでなく、振動の強弱や、 片方だけの振動といった細かい調整も可能である。デュアルショックの普及以降、振動機能は PS、p s に用ソフトの標準的機能として活用されて、きたがリマージョン社の特許技術を侵害していると2002年に巣が告発され、米連邦裁判所は9060万ドルの損害賠償支払いを巣に命じた。2007年3月1日には、 イマージョンの訴えを全面的に認める形で和解に同意した。デュアルショックに先立ちアナログジョイスティックの互換コントローラとして1997年4月25日に発売されたプレイステーション用アナログコントローラ発売から短期間でデュアルショックにとって変わられた。カラーバリエーションは PS と同色のグレーのみである。デュアルショックとの違いは以下の通りである。 コントローラの持ち手部分が長いスティック上部に、くぼみがある振動機能に強弱の区別がないアナログジョイスティック互換の動作モードがある。デュアルショックデュアルショックは、プレイステーション対応の振動機能付き、ゲームコントローラ、後率するアナログコントローラの改良版として登場した。初期コントローラとの介護完成は備えているが、デュアルショックに対応したソフトでないと、 アナログスティックや振動などの新機能を活かせない。そのため、バイオハザードなど一部のソフトが、デュアルショック対応版として新たに発売された。初期コントローラとの主な違いは、以下の通りである。スティックの間にあるアナログボタンを押すことで、アナログスティックの ON、オフを切り替えられる。アナログスティックは押し込み、ボタンにもなっており、左スティックが L3。 右スティックが R3 ボタンとして機能する。L2R2 ボタンが初期の標準コントローラーより2倍ほど大きくなり、L1R1 ボタンと形状の差別化が図られた。グリップ内部には半円中形状の金属製の重りが軸に固定されたモーターが取り付けられており、モーターを回転させることでコントローラー本体が振動する。左側のグリップには 大きな鉄のパーツが、右側にはそれよりもやや小ぶりの鉄のパーツが、組み込まれている。なお、振動機能は、本体からの給電で機能するため、先行して発売された、Nintendo 64の振動パックとは異なり、乾電池などは、必要ない。PS2 との接続も可能で、PS2 専用ソフトでも、各種ボタンのアナログ入力機能を使わないタイトルについては、 デュアルショックに同様に使用できる。デュアルショックにデュアルショックには、プレイステーション2に標準で付属する専用コントローラー。重さは 172g。メーカー希望小売価格は2800円。形状はデュアルショックと変わりないが、スタートボタンとセレクトボタン以外のボタンには押した時の圧力による256段階のアナログ判定がされている。発売から、 SCP-1010 h の型番が用いられているが、製造時期により細かい仕様変更がなされている。カラーバリエーションも豊富に用意されている。デュアルショック3デュアルショック3は、プレイステーション3用のワイヤレースコントローラー。シクサー・アキサスの後継品であり、シクサー・アキサスの機能に加え、デュアルショックシリーズの特徴である振動機能を搭載している。 重量は約 193g。メーカー希望小売価格は5238円。型番はスチャスックにの2文字はカラーバリエーションを表す。日本国内では2007年11月11日、北米や欧州では2008年4月に単体発売された。2007年9月20日、東京ゲームショーで世界に先駆け正式発表された。 すでに発売されていた PS3 用ソフトの一部についてはアップデートで対応された。満充電時、最大で30時間利用できる。満充電時に連続11時間35分振動し続けられる。カラーバリエーションは基本色として全8色が用意されているほか限定モデルもある。PlayStation Portable や PlayStation Vita TV。 プレイステーションモバイル対応デバイスは、デュアルショック3の操作に対応している。シクサー・キサスコントローラと、デュアルショック3の比較。シクサー・キサスは、モーションセンサー搭載のプレイステーション3用、ワイヤレスコントローラ。重量は、約 136g 振動機能を搭載するために、特許を争っていたため、このモデルには振動機能は、搭載されなかった。 PS3 販売開始当初の標準コントローラーとして発表されたが、後のデュアルショック3の発表に合わせて製造を終了している。メーカー希望小売価格は4762円。デュアルショック3の販売開始以降も、モーションコントロール機能の名称として、シクサー・アキサスの名称が用いられている。細かな際は含むものの、旧来のデュアルショックシリーズ製品の形状を、 ほぼ継承しているが、デュアルショックシリーズの大きな特徴である振動機能は、シクサー・アーキサスコントローラに搭載されていない。本体とのワイヤレス接続には Bluetooth を、有線接続には USB を利用する。コントローラ本体にリチウムイオン充電池を内蔵しており、USB を介して PS3 等との有線接続により充電できる。ボタン面では、 デュアルショックに以前のアナログボタンに代わって PS ボタンが搭載され L2、R2 ボタンがストロークの深いトリガー型に変更された。デュアルショック4デュアルショック4レイアウトデュアルショック4は PlayStation 4対応のワイヤレスコントローラー。PlayStation Beta TV 一部の Xperia にも対応する。PC ゲームにも動作保証はされていないが対応している。 発売当時のカラーバリエーションは、ジェットブラック、マグマレッド、ウェーブブルーである。このコントローラーでは、プレイステーション3のデュアルショック3からデザインの変化は、元よりタッチパッドの採用を筆頭に、様々な変更が施された。このコントローラーは本体に一つ同梱されるほか、別売りで販売もされる。2016年9月8日には、 マイナーチェンジが行われた新型が発表された。従来の Bluetooth 経由の無線接続に加え、新たに USB ケーブル経由での接続に対応するほか、外観にも変更が加えられた。デュアルセンスデュアルセンスは、PlayStation ご用のワイヤレスコントローラー。このコントローラーでは PlayStation 4までのデュアルショック系列の既存のコントローラーとは、 外観の基本デザインが異なることもあり、ナンバリングではなく新たな名称として、五感に訴えかけるゲーム体験の実現を強調して、デュアルセンスと名付けられた。デュアルショック2に関するカテゴリデュアルショック3に関するカテゴリデュアルショック4に関するカテゴリデュアルセンスに関するカテゴリありがとうございます。